すい手頃いったでしょうか。ここすごい。いや、順番どうでもいいよ。はい、塾員の皆さん、手ぞろいしました。はい、第6回祭り絆、雨が降ったり、雹が降ったり、下は泥だらけで大変なことになっておりますが、最後まではっちゃけて楽しめたでしょうか。ありがとうございます。たぶん、いえ、来年は必ず晴れますので、泥だらけの祭り絆をどこに楽しみましたが、来年は晴れまで楽しみましょう。では最後にですね、この祭り絆実行委員会実行委員長、私たち本参前5月から準備してまいりました、挨拶のお言葉をいただきたいと思います。実行委員会の実行委員長池田直哉より一言いただきます。今日はありがとうございます。もう喋るとかいろんなこと考えたんだけど、全部流れました。泥でこんなに大人になって、こんなに泥だらけになったの初めて。もう今回初めて騎士道っていうものを挑戦して、まあ、この雨の中でどうなるのかなと思って、まあ、ちょっと会長である岡ちゃんと話しながら、まあ、行こうよっていう形でちょっと今回やらさせてもらったんですけど、最高でした。なんかやったなっていう気になりました、自分の中で。ちょっとなんかありがとうございます。気持ちいいなって、もうそれがステージで、もうすいません、全部忘れちゃいました。でもなんかいろんな人に本当に支えられて、祭り絆、第6回っていう形を迎えられて本当に幸せだと思ってます。来年もですね、この日に、この3連休のど真ん中でもうやろうと言っちゃいました。感極まって言っちゃいました。やるんで皆さん当てといてください。また本当にみんなの力が僕たちには必要なんで、またこうして皆さんと一緒に祭り絆をやっていきたいと思うんで、また皆さんの力を貸してください。ご清聴はどうもありがとうございました。すいません、ギタギタで。本当に感極まってグダグダになるぐらい今回大変だったんですが、とても楽しい祭りだったと思います。役員一同本当にみんなでありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは一本締めに行きたいと思います。よーよーパンよーパンでよーパンですよーパンですいません、グループでよーパンで。さあ皆さん、準備は良いでしょうか。いいかな。イエーイ。それではいきますよ、はい、よー。みんなで使いますか。毎年恒例の記念撮影、真ん中の方に少しぎゅっとまとまってみんなで撮影しましょう。祭り絆